ドルカラーズキュアステージ和樹とわ役の阿部海星です。皆さん、何やら始まりましたね。今僕がどこにいるか皆さん分かりますか？分かりませんよね。実はここ見てください、キュアステージの制作をしてくださっているボルテージさんの本社なんです。なんであまり大きい声が出せません。はい、なんと阿部海星一人で来ております。ちょっと緊張しておりますねって台本に書いてありますが、全然緊張してません。だいぶ慣れてます。はい、今回ある目的があってボルテージさんに来たわけですが、それがなんだか皆さん分かりますか？分かりませんよね、きっと。いやー、でも察しがね、お察しがいい人は気づいてるかもしれません。そうです、来月あるクラリティのライブ公演の裏側をね、こう僕がスパイとして探りに来た、もしくは今後トワの出番を増やしてもらうために賄賂を持ってきた。賄賂は持ってきてません。ただ出番は増やしてほしいです。そして単に一人で来てみたかったから来た、そんな気安く来れる場所ではないです。はい、どれも正解のようで正解ではありません。今回僕がこの場所に来た理由、それはなんと新たにキュアステ版アイドルチャンネルがスタートするからです。イエイ、拍手。またはい、いや、おめでたいですね。改めてキュアステのね、魅力を皆さんにお伝えするとか、今後の公演情報をお知らせするとか、いろんなことをやっていこうじゃないかと思っております。はい、そうです、今回は番組スタートのお知らせ動画なので、第0回ということですね。まだ第1回目は始まっておりません。これは序章です。序章になります。はい、なんですって、スタッフさん、阿部海星一人でも大丈夫なのかって。見てください、大丈夫です。心配ですか？わかりましただったら、まあ一人でも僕は大丈夫なんですけど、実はもう一人ね、僕と一緒に番組をやってくれるというキュアステキャストに来てもらってます。キュアステのキャスト来てるんでしょうね。今メイクしてるんでしょうね、どうせ。まあ別の場所で待機してもらってます。それが一体誰なのかは、来週配信される番組本編で明らかになるんですが、せっかくなので皆さんにね、予想していただこうかと思います。その人物に関するヒントが3つあるそうなので、順番に紹介していきたいと思います。1つ目、こちら、僕と関係が深い人、役柄なんですかね、どうなんでしょうかね。はい、そして第2、関西人はだいぶ絞られますね。だって沖縄だったらトノ君しかいないですよ、関西人。そして3つ目、名前が漢字3文字、漢字3文字の人、辻亮君じゃない。ちょっとピエン。はい、まあね、皆さん予想してください。果たして僕のパートナーとなるキュアステキャストは誰なのか、次回の配信でご確認ください。ということで皆さん、第1回目の配信をお楽しみに。チャオ。